スーパーカーの愛好家でもある。自称、サム。神奈川県出身。東京理科大学理工学部電気工学科卒業。1971年に日本 IBM に入社。カスタマーエンジニアを経て、米国本社勤務、社長補佐、営業本部長、戦略担当などを歴任した。1993年に SAP ジャパン株式会社の代表取締役。 社長兼 CEO に就任。1997年1月 SAP、ノースイーストアジア CEO を兼任。その後、ドイツ本社の上席副社長を務めた後、1999年12月、プライスウーターハウスクーパースコンサルタント、株式会社のマネージングパートナーに就く。2001年3月、米国アイにテクノロジーズの上席副社長。 およびその日本法人の代表取締役兼 CEO に就任後、2002年4月にはアイニテクノロジーズ、米国本社の最高執行責任者として、米国勤務し、ナスダック上場企業の企業再生に尽力する。2004年6月株式会社パワードコムの代表取締役社長兼 CEO に着任し、業績不振にあえいでいた同社の企業再生に取りかかる。 しかし、2005年12月末に、企業再生成功の証として、同社が KDDI との合併契約を締結した、ことを機に退任。2006年1月に、自らウィーン株式会社を設立、企業再生や、M&A のコンサルティングを中心に活動。また、2008年1月に、TPG キャピタルのシニアアドバイザーに就任。2009年4月より、 シャープ内緊急プロジェクトとして、グローバルソリューションビジネスの立ち上げを移植される。同プロジェクト内において、開発を開始したテレオフィスソリューションをもって、2010年9月1日、アイデプソリューションズ株式会社を設立、代表取締役社長兼 CEO として着任。2008年12月に、母校である学校法人東京理科大学理事に就任し、 2012年12月28日には、理事長に選任された。2015年9月、理事長を退任。2020年11月1日死去、大谷工二、インタビュー、日本初のソフトを世界へ、3月には米国でも、展開アイデプスソリューションズ代表取締役、社長兼 CEO、中根茂氏、日経クロステック日経 BP、2011年1月18日、 2020年6月26日閲覧。ありがとうございます。